こんにちは、食事処さくらです。このチャンネルはいつものご飯をちょっと美味しくをテーマにした料理教室を開くことを目標に日々勉強しています。今日はフライパンでめちゃめちゃ美味しいピラフを作っていましたので、最後まで見てもらえたら嬉しいです。では早速行ってみましょう。まずはシーフードミックス解凍していきます。今日は冷凍の状態で 100g ほど使っていきます。水をここにたっぷり入れて、少し濃いめの塩水にします。塩水は海水ぐらいの濃さですね。これをしっかり溶かしてあげたら、このまま塩水で解凍していきますよ。塩水で解凍すると普通の水よりプリッと解凍できるんでね。次は玉ねぎ1/2個みじん切りにしていきます。今日はほとんどの食材がみじん切りなので、フードプロセッサーがあればそれで細かくしても大丈夫です。具材をスプーンでご飯と一緒に食べたいので、なるべく細かくしていきましょう。お米ぐらいにすると食べやすいです。ちょっと大きいかなと思ったら、包丁の先を押さえて細かくしてあげましょう。次は人参の下処理です。今日は4分の1ぐらい使っていきます。皮はお好みで大丈夫ですが、今回は剥かずに使っていきます。皮には栄養もたっぷりあるんでね。人参もみじん切りにしていきたいので、まずは薄めにスライスしてから、これをビシーって並べて細く千切りにしていきます。これをくるって横に並べてから、端から細かく切ってあげましょう。これで人参のみじん切りは OK です。次にピーマンの下処理です。今日は2個使っていきます。ヘタの部分は親指でバスッと押すと中に入るので、このまま縦に真っ二つにしてやりましょう。真っ二つにしたら、ヘタと綿を取り除いてあげれば OK です。こんな感じで綺麗にしてあげましょう。これを切りやすいように手で軽く潰して平らにしてあげます。切りにくいまま切ると手を切っちゃう恐れがあるんでね。これを細くカットしていきます。切れたらまた横にして、端から細かく切っていけばピーマンのみじん切りは OK です。次にマッシュルームです。今日は3つ使っていきます。軸の黒ずんでるところは落としちゃって大丈夫です。黒ずんでるギリギリのところで大丈夫ですよ。落としたら切りやすいように軸を取って薄くスライスしていきます。軸の部分は捨てないで別で細かくしてくださいね。これもビシーって並べてから千切りにしていきます。食材のみじん切りはこのパターンが多いので、覚えておくと結構使えますよ。これもくるって横にして細かくカットしていけば簡単にみじん切りです。次はベーコンの下処理です。今日は 60g 使っていきます。あ、まだみじん切りするのかって思った方も、これで最後なのでもうしばしお付き合いください。でもやることは一緒です。薄めにスライスしてからビシッと並べて、それを千切りにカットして、これも横に並べて細かく端からカットしていきましょう。フードプロセッサーを使うときはベーコンの油が歯につくので、野菜を最初に回してからベーコンを回してくださいね。最後に回せば洗い物が1回減りますよ。ご飯を炊くためのスープ作っていきます。水 330cc、 チキンコンソメ小さじ2、キューブのチキンコンソメなら1個使っていきます。これをしっかり溶いていきます。キューブのタイプのやつはちょっと細かくしてある程度溶かしておけば大丈夫です。お米準備しておきます。今回は 1.5 合を使っていきます。グラムの場合は 240g を目安に準備してください。お米は洗わずに使っていきますよ。それでは準備ができたので早速調理していきます。フライパンにバター 50g を投入して弱火にかけていきます。バターが溶けきらなくても大丈夫ですので、そのままみじん切りにしたピーマン以外の食材もぶち込んでいきます。ベーコン、玉ねぎ、人参、マッシュルームですね。これを投入して野菜のいい香りがしてくるまで炒めていきます。野菜って炒めてあげることで甘みや香りが引き立つものが多いんですね。ここに塩を2つまみパラパラ、これは下味というよりは食材の水分を気持ち早く抜くための塩ですよ。このままバターと野菜のいい香りがするまで炒めていきます。いい感じにしんなりとしてきたら OK です。ここにお米を投入して2分から3分ぐらい、お米が透き通ってくるまで炒めていきます。
お米を炒めることで表面の水分が減るのと油でコーティングされるのでパラッとした仕上がりになるんですよ。お米のぬく臭さが苦手でどうしても洗いたいよっていう方は、一度洗ったお米をザルにあけて30分ほど水切りをしてからスープの量を 300cc に減らしてください。こんな感じでお米が透き通ってくれば大丈夫です。ここに先ほどのスープを加えて、火加減を中火の弱火にして中までしっかり沸騰させていきます。この中までしっかり沸騰させるっていうのがめちゃめちゃ重要なので忘れないでください。中まで沸騰したら一度全体を混ぜて、もう一度中心までしっかり沸騰させて中の温度を均一にしていきます。中まで沸騰したら火をごく弱火にして、この火加減はフライパンを温めるというよりもフライパンの温度を下げないイメージですね。ここに風味付けのローリエを1枚、これで蓋をして15分じっくりお米を炊いていきます。その間にシーフードを準備しておきます。解凍ができたらザルにあけて、今度はしっかりとペーパーで水気を切っておきます。しっかりと水気が切れたら、ご飯を炊いている別のフライパンでシーフードを炒めていきます。軽く油を引いたフライパンにシーフードを投入して、ここに下味用の塩を一つまみ、このまま8割ぐらいですね、シーフードに火を入れていきます。さっと炒めたらこれで OK です。一旦フライパンから取り出しておきます。ご飯の方に戻って15分経ったら火を止めて、蓋を開けてローリエを取り出していきます。結構香りが強いので15分も入れたら十分ですよ。ここに先ほど炒めたシーフードを乗せて、みじん切りにしたピーマン、ピーマンは綺麗な緑色を残したいのとシャキッとした食感を残したかったので最後に入れています。もう一度蓋をして15分蒸らしていきます。ご飯を蒸らすことで米の水分量を均一にして米の旨味を引き出していきますよ。15分経ったら蓋を開けて、お好みで胡椒をゴリゴリしていきます。胡椒はゴリゴリした瞬間から香りが抜けていくので一番最後にゴリゴリしていきますよ。これをしっかりとほぐしたら、これでピラフの完成です。めちゃめちゃ美味しいシーフードピラフができました。早速盛り付けていきます。今日はずっと使える基本のピラフを作ってみました。今日のポイントです。お米を炊くときはしっかりと中まで沸騰させること。中まで沸騰していないのに火を弱めて炊いてしまうと、温度が低い状態でご飯を炊くのと一緒なので、ご飯が生煮えの状態で美味しくなくなっちゃうんですね。なのでしっかりと中心まで沸騰させることを忘れないでください。今度このチャンネルの自己紹介動画を作ろうかなって思っていまして、そこで質問にもお答えしたいって思ってますので、コメント欄などで質問いただけるとめちゃめちゃ嬉しいです。今日もありがとうございました。